こんばんは。イケてるみんなの iPad 活用術 TV ということで、第20回になります。20回なんとか続けられることができました。よろしくお願いします。石川と言います。今日も、アクセスいただきましてありがとうございます。早速いろいろ放送開始からバタバタしております。なんとか、落ち着いてね、見ていただけるように頑張っていきたいと思います。先ほどからもうプレビュー状態からいろいろコメントをいただいておりましてありがとうございます。コメントもね、ぜひ皆さんのコメント大変ありがたいので、私もちょっとここを書き込みをしたりしながら、はい、やっていきます。20回です。20週続くことができました。バタバタな時もありましたけど、なんとか続けることができました。で、今日もちょっと、マイクを新種を試そうかなと思っていたら、接続ができないトラブルがありまして、ちょっと臨時マイクでやっております。で、いつものマイクとちょっと違うので音声が若干聞こえづらいとかあるかもしれませんけど、許してください。祝20回、イエイ。はい、ありがとうございます。早くも45人の方同時にアクセスいただいています。で、皆さんのコメントもですね、随時読ませていただきながら進めたいと思います。もう早速たくさん書き込みいただいてます。ありがとうございます。菅原さん、こんばんは。今日は最初から参加できました。はい、よろしくお願いします。で、コロプル1477さん、20回おめでとうございます。ありがとうございます。今日も早くから来ていただきまして。丹下さん、こんばんは。オフ会、オフ会、はい。平瀬さんですね、今日は、パソコンで見ています。久しぶりのリアルタイムだ。はい、よかったです。青木さん、こんばんは。山口さん、こんばんは。20回おめでとうございます。ありがとうございます。音声大丈夫、林さん、ありがとうございます。ちょっとバタバタしております。なんとか、マイクを、掘り出しました。はい。ダンエンさん、こんばんは。おめでとうございます。イエイ。はい、でちょっと BGM をメディカツから切り替えまして、やっぱりですね、歌詞がある BGM はなかなかちょっと辛いものがありまして、これでいいかな。これちょっと静かなやつにします。そうですね、世の中の iPad ネタはミニが好評の書き込みとか、買いましたよっていうニュースが多いですよね。で、なかなか出てこないのが LTE 版ですよね。 LTE 版がいつ発売になるのかというのが全く明確になってないんじゃないですかね。どっか情報知ってますという方はですね、角度が高い情報ですっていうのありましたら書き込みお願いします。ないですよね、多分。でも11月後半っていうのがグローバルのね、アップルさんの発表の時は言われてたと思うので、もうちょっとだろうと思われるんですけどね。そろそろ情報出てきますかね。堀川さん、こんばんは。20回おめでとうございます。はい、今夜もよろしくお願いします。で、私が、iPad 使っていて、ミニも、だいぶこなれてきていていい感じだなと思うんですけど、使っていて相変わらずアプリのアップデートというんですかね、どんどん来ますよね。 iOS6 になったりミニが出たりしたのもあるかもしれませんけど、ガン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 アップデートが来てどんどん入れていってます。はい、で今日はそのあたり、最近はその新しい第4世代 iPad 4とか、ミニとか、そういう話が多かったので、アプリのね話をちょっとしたいなというふうに思っています。青柳さん、こんばんは。若干酔っ払っています。私もちょっとなんか今日先ほど目をこすったらですね、もう真っ赤になっちゃって、緊急でさっき昼寝しまして、
だいぶ復活しましたけど、はい、ね、土日は皆さんこういろんなイベントがあったり、くつろいだりいろいろですよね、はい、そんな中たくさんの方が来ていただいて嬉しいです。ちょっと私のページにも書いたんですけど、昨日の失敗談から先に忘れずにしてしまいますと、あれですよね、ちょっと iPad の画面出しますね。画面を切り替えます。音声は大丈夫ですかね。今検索画面で出ていますけど、プロカメラというアプリがありますね。で、iPhone 版が最も有名でなものですね。エフェクトもできたりとか、まあ、まさにプロっぽく撮れるカメラなんですけど、動画撮影もできますということがあったりとか、実は iPad 版のプロカメラ HD4iPad っていうのがあります。で、結構高機能でビデオも撮りながらズームとかできてですね、いい感じなんですね。で昨日朝から、ちょっと家の中が片付けが弱いのでバタバタしていてですね、まあ、子供の学芸会っていうのがあってですね、ビデオカメラで撮らなきゃということだったんですけど、もうほとんどのことが iPhone、iPad でこう撮影したり写真を撮ったりしてるので、久々ハードディスク、ビクターのハードディスクビデオカメラを持ってきたらですね、もうアダプターがどっか行ってなくなっちゃってですね、もう充電どころか、見つからなくて、もうついに諦めたんですね。で、会場に行って三脚で、最初は iPhone のこう望遠レンズでこう撮ろうかなと思ったんですけど、やっぱり今度は望遠の焦点が、エリアがちょっと狭すぎて、クローズアップすぎて良くないと。でそこで iPad でじゃあ三脚にこう乗せまして、クリップで止めたまま乗せまして、撮影しようと思って撮影しました。でその時標準のカメラかこのプロカメラを使うかですね、迷ったんですね、その時。でなぜ迷うかというと、やっぱりこういう Apple 標準じゃない、別にプロカメラ限らずですけど、アプリものっていうのは不具合があったりすることがあると。でそんな中、大切な記録なんで、標準カメラ使うのかどうなのかっていうところなんですけど、プロカメラ HD は前も番組でも紹介しましたけど、こう画角が広く撮れるんですね。その上ズームもできる機能が最近バージョンアップで出たので、腹を決めて、まさか記録に残らないっていうことはないだろうと思って、プロカメラ HD 版を使ったんですね。でも恐れてたことが起こってしまってですね、やっぱり30分という長時間を撮ると、数分とかだったらね、全然いつも調子よく保存できているんですけど、30分撮りました。でその後、ズーミングの後処理っていうので最適化してますっていうのも出てるんですけど、第4世代で iPad で撮ってみたので、さすがに処理も高速って言っても15分ぐらいかかって、エラーなく終わったんですね。あ、よかった、保存できたと思って、で、やっぱり iPad 4っていいねっていうぐらいをですね、ブログにでも書こうかなと思っていたらですね、処理終わってエラーは出なかったんですけど、なんと保存されてなくて、大事な記録が取れませんでした。なので私のこの教訓からは、ちょっとしたスナップとか楽しみはいいと思うんですけど、大事な記録はやっぱり標準のカメラ機能を多少、あれですね、動画だとズームって簡単にいかないんですけど、いかなかろうが何しようが記録が残る方がね、大事ですからね。ここぞという時は難しいカメラアプリとか、例えば Facebook アプリとかでもカメラでそのまま直接撮影できたりしますけど、例によってこう不具合があって落ちたりして残らないってことになったら終わりだと思うんで、標準のカメラ機能をやっぱり使うのがね、いいかなというのが、お知らせです。で、後から編集したりするっていうのはやっぱりいいかなと思いますね。はい、私の失敗談からぜひ参考にしてもらったなと思います。
皆さんの書き込みを見ながら行きます。 BGM は聞こえてません。やっぱりねマイクが今日ここなので、いつもの音をいっぱい拾うマイクじゃないですよね。はい。あとはゆうじ中根さん、こんばんは。今日は声がいつもと違いますね。よろしくお願いします。マイクが違うのでちょっと聞きづらくてすいません。はい。鈴木さんこんばんは。今日は見させてもらいます。よろしくお願いします。今度お会いしますよね。はい。保存されていなかったというのはものすごく悲しいですね。そうなんですよ、あったさん。うん、やっぱり保存されてなんぼですよね。うん、やっぱり標準カメラで、もちろん標準カメラも、まあ、100% はないですよね。不具合があって、例えばメモ帳っていうんですかね、メモでさえ一生懸命書いて落ちるっていうのは昔よくありましたよね。うん、とにかく記録ものは落ちないでほしいです。はい。小島さんこんばんは。ちょっとしたら、もうちょっとしたら出かけないといけませんが、それまでよろしくお願いします。はい。コウさん、石川さんなら2台体制でいけそうな気が。そうですよね、2台も考えたんですけどね、やっぱこう長時間の撮影はね、クリップで止めれるとか三脚とかしっかりあればね、いけますよね。はい。そんなです。はい。じゃあアプリの話いきましょう。画面を切り替えます。今日このバスケットボールの画面で紹介したいアプリを並べました。ちょっと順番変えていいですか。じゃあ、この最初に並んでるウキリンクスとかニコニコ書籍はランキングで上位に上がってきてるのかな。だりアップバンクさんでも紹介されてましたかね。この辺からいってみます。まずこのウキリンクスは、ウキペディアでありますよね、あのインターネット辞典みたいな、みんなで百科辞典を作ろうみたいなやつですよね。あれが、かっこよく見えるアプリっていうのはいくつもあるんですけど、私が昔からよく使っているのはウキパニオンっていうやつですよね、定番で。最近アップデートもありましたけど、それとはちょっと趣向が違った感じのものです。ちょっと立ち上げてみます。で、iPhone 版、iPad 版あります。で、今画面に出てきてますけど、現在の位置情報から近いところの、参考情報とかがいきなり出てくるらしいです。ただここは町田の駅からちょっと離れてるところなので、多分あんまり出てこないとだろうと思うんですけど、街中とか、都内とかだったら出てくると思います。で、ウキペディアで例えば松浦やって検索しますよね、早速ですけど。はい。そうすると松浦屋関係のこう候補が出てきて、検索します。そうすると今見えますかね、画面で。これスワイプでこう大きくすることができます。その松浦屋をきっかけとしてつながりがある、アルバムだったり人だったり、つんく提供楽曲一覧で、なんで中川さんが、紐づいてるのか、ちょっとこの辺よくわかんないなと思ったんですけど、こんな風に見えます。で、真ん中の松浦彩さんをこうタップすると、よいしょ、全然出ないですね。あ、右側に出てるんですね。 iPhone 版と iPhone 版の場合はタップすると詳細いくんですけど、 iPad は画面が広いのでもうすでに右側に出てました。はい。これはウィキペディアの内容がすぐ見えますと。で、このツンク楽曲提供楽曲一覧とかっていうのをタップすると、右側にウィキの情報が出てきて、その他の関係っていうのがもう出てきますよね。出てきました。はい。こうやってどんどん調べられていくという感じですね。はい。戻るにはここ戻るボタンで戻れます。
で、この辺見えますかね。この左右の矢印からこのダウンロードみたいなアイコンありますよね。これを押すとオフラインでも情報が見えるようにダウンロードがされると。今松浦彩さんと紐づいている9個ぐらいの情報がどんどんダウンロードされていってます。キャンセルするにはここって出てますね。はい、そんなです。こういうなんか紐づき系のインターフェースはなんとかディスカバリー、アップディスカバリーとかディスカバリーシリーズっていうのが有名ですけど、それとよく似たインターフェースですね。これ今下のこのマーク、雲型マークみたいのを押すと、それが見えたりしています。で、変わっているのが、この、よいしょ、うまく見えるかな？あ、見えないですね。このサイコロがありますよね。サイコロを振ると、どんどん、その関係するところのものが、紐づいて、バンバン出てきます。ちょっと小さくした状態でやってみましょうか。サイコロメニューを出してサイコロ振ります。そうすると関係するものがどん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 広がっていって、手動でこうタップしなくても出ていくと、いろんな広がりがあって情報が見えるというものですね。やっぱり iPhone 版と違って結構メニューが多いですね。さっきお風呂で iPhone 版見てたんですけど、はい。画面見えます？ちょっと小さいですかね。こんな感じでね、どんどん見えていくと。面白いですよね。これなんだろう？地球儀マーク。あ、日本語のウィキを検索する、利用可能な言語も20種類ぐらいありますかね。今日本語でやってます。あとこれなんだろう？これ写真マークなんかうまくいかないですね。フォントの大きさを変えられる。あ、そうそうそう。それで、松浦屋もう一回出しまして、この右側に YouTube ってのありますよね。YouTube 200っていうのあります。これをタップすると、なんと YouTube からアップされてる公式ものが多いですかね。ビデオが見えると。ちょっと再生してみましょうか。まあ皆さんあんまり興味ないかもしれませんけど。これで、あ、一応行きますね。イエーイ、めっちゃホリデー。懐かしいですね。はい。こんな感じで見えます。あと、この一番右側の Google は Google でブラウザが立ち上がるっていうもの。あと、これなんだろう。あ、これ元のやつに、記事に戻りましたね。はい。設定はフルスクリーンっていうのを押すと時計マークが消えますと。で、今日の記事っていうのは、このサービスを使ってメールでお知らせをしてくれるらしいです。えらい張り切ってますよね、このアプリ。サムネイルを表示、履歴を有効。そんな感じです。という浮きリンクスですね。無料、あ、期間限定無料って書いてありましたね。期間限定のうちにアプリをゲットするっていうのはね、大事なことですよね。ぜひ、ゲットしてみてください。この、ウキリンクスです。はい。今日のアプリ紹介一発目でした。さあ、皆さんのコメントをちょっと一回見てみます。こんばんは。めっちゃホリデー歌っちゃおうと。たんげさん面白いですね。あの人検索スパイシーみたいですね。まさに。あ、そういう、それは、あの人検索スパイシーってウェブのサービスだと思うんですけど、ちょっと、はみ出し話いきますと、アプリで、このアプリを使っている人は、これも使ってますみたいな、ディスカバリーっていうのがありまして、それと同じディスカバーピープルっていうのがあってですね、これ大丈夫かな？ちょっと今出してみましょうか。ツイッターアカウントへのアクセスを求めています。大丈夫かな？ OK してみましょうか。こういうまたアドリブなことをやったら、ろくなことがなかったりすることありますけど。ユアリスト。
は何ですかね。ここに入れればいいんですかね。検索。そうするとね、私がフォローしている人からまた広がりがこう出てくるみたいな。WBS。こういうシリーズがディスカバー、これのアプリ版とか、ミュージックとか、いくつかありますよね。それ系のと、こういうのと似てますよね。林さんがいる。林さんサブスクライブ。林さんが。で、こういうのの、Facebook 版がね、そのまま Facebook で流れちゃうと、なんか、よくスパムアプリだとか言われますけど、自分でこうやって iPad でね、楽しんで見る分には全然いいんじゃないですかね。そんなインターフェース、こういうの似てますよね。これは Twitter みたいですけどね。あんまり私は使いません。はい。そんなウィキリンクスです。はい。鈴木さん、使ってみたいです。使ってください。期間限定無料のようなんで。あ、皆さんゲットしました。PC 版のウィキより楽しい。楽しげ。うん。こういうね、なんか、突拍子もないリンク画面とかね。そういうのは iPad 得意ですよね。さあ、一発目はそんな感じです。じゃあ、二つ目いきます。ニコニコ書籍。大丈夫かな？立ち上げました。これは無料アプリですね、基本。で、ニコニコ動画とか、ニコニコ生放送とか、ニコニコ系の最低限無料の ID を取得しとかないといけないです。それがないと、最初起動時にニコニコでログインしてくださいみたいなことを聞かれます。それはパソコンとかで ID を取っておいて、入ってください。で、ニコ動とか、ニコ生って、ドワンゴがやってるのかな？ドワンゴだかニワンゴだか。有名ですけど、最近書籍っていうのがあるんですね。全然知りませんでしたね。で、公式ストアっていうことで、ジャンプコミックスもあるらしいです。で、ジャンプはなんか最近アプリを出して、なぜか立ち読みがほとんど、なんか2、3ページで終わっちゃって、なんだそれみたいな感じなんですけど、そのアプリとは別に、ジャンプコミックスもあったりとか、他にも漫画がいっぱいあります。私は漫画そんなに読む人じゃないんですけど、アプリはよくできてるなと思いましたね。ちょっと見てみましょう。ニコ、冊数もう一回確認しましょう。ニコニコ星画かな。ニコニコ星画カッコ電子書籍、うん。なんか星マーク少ないですけどね。星マークはね、あんまり気にしなくていいと思います。たまに、すごい叩かれることありますけど、そんなに叩かなくてもっていうことがあったりします。あと、バージョンアップしたときに、あんまりこう、過去の情報が多少消えたりとかしますので。ニコニコ公式電子書籍ストア&ビューアーですと、ジャンプ漫画は1000冊以上読めます。あとはね、3万本のコミック、ラノベって何ですかね。写真集をアプリ内決済で購入できます。無料書籍も300作品を超えて楽しめますと。そんなぐらいの冊数です。はい。じゃあもう一回アプリ見てみましょう。で、新作、これ、ジャンプですよね。私、ワンピースも読まないんですよ。よくワンピース話は全くついていけないんですけど、ね、大人気ですよね。あ、で、カラーの漫画すごい多いですね、見てると。で、ワンピースのこれ第1巻なんですかね。で、これな、この数字、なんだろう、2933人が読んだってことなんですかね。まあ、なんかありまして、コメント3とかですね、8っていうのが、あってですね、ページにコメントすることができるんですね。で、そのコメントがあるページのコメントがあるところはコメントありっていう風になるので、それをタップすると、ニコ生みたいにテロテロテロって流れるんですよね。はい。で、購入は購入で、プリペイドで500円単位で買っといて、本が買えるみたいなんですけど、ちょっと買わないんですけど、購入のところまで行ってみましょうか。購入プラン。
無期限の473ポイントあるけど、あ、残り0ポイントですよね。うん、買ってないとこういうことになりますよね。ですぐに読むで、立ち読みですよね。最初何冊かいけます。で、ここのこの進むボタン、次のチャプターとかで飛ぶことができて、コメント表示っていうこのボタンを押すとコメントがあるページは流れます。早速この1ページ目になんかコメントありますけど、じゃあこのコメント表示ボタンが今押せるようになりましたので押してみると、あれ、よいしょ、流れないですね。うん、こんなこともあります。もうちょっと進んでみましょう。コメント表示はなかなかないですね。まあ、漫画は読みやすいですよね。さっきこのナルトっていうんですか、こっちを見てたらコメントが出てきたので、あ、こんな感じで、たくさんのコメントがあればバーッと流れるんですけど、まだサービスがね始まってそんなにないので、あ、来ましたね。数少ないな、試しからで始めてみる。で、これコメント書く、投稿ってできるんですよね。あ、面白いですね。やってみましょうか。イエイ。これでいいのかな。あ、今自分が書いたのがね囲まれてイエイが流れていきました。そんな感じで、まあこれもねソーシャルというか共有というか、コメントリストからこう読み込むこともできるんですね。あ、まさにニコ生、ニコ動と同じ使い勝手ですね。はい。面白いですね。で、漫画もこう見えて、17ページサンプルでもあるんで、こう、絵の見栄えとかね、確認するのもできますよね。いいと思います。で、あとは履歴とか、ダウンロードしたものとか、見ることができたり、そう、ダウンロードが終わらなくても読めるっていうところもいいですね。で、ダウンロードしてから読むか、いきなりすぐ読むかとかっていうことを選べます。で、iPad よりも画面が広いので、検索も、あ、ごめんなさい、iPhone よりも検索がしやすいというところもいいですね。私は漫画詳しくないんでわかりませんが、あ、100円で読める書籍シリーズ集めてみた。これブックリストみたいになってるんですかね。面白いですね。この開示っていうのが100円みたいです。はい。でもこう立ち読みも できますからね。はい。拡大できるのかな。あ、できますね。設定、明るさ調整、見開き、結合、文字サイズも、変えられるんですね。まあ漫画ではあまり関係ないとこかもしれませんけど、本とかだと変わるのかもしれないですよね。なかなか最近はもう、昨日も月例で、iPad 活用研究会の月例で、林さんが Kindle について詳細に紹介してくれましたけど、いよいよね、Kindle も相当頑張ってますし、ニコニコも書籍が出てきたっていうところで、まあ、iPad ミニ効果もあって、今度こそ iPad で電子書籍元年がっていうことになるんですかね。そんな気しますよね。はい。そんなニコニコ書籍でした。じゃあちょっと皆さんのコメントを全然見れてないんで、一回見させてもらいます。ポップアップを元に戻す。づらい、よいしょ、一緒に画面で見ましょうか。ダウンロード、今度こそ、あ、林さん来ました。今度こそ電子書籍元年、よかった、ついに来た電子書籍元年。うん、あれ何でしたっけ、 Kindle のハードウェアの方、ペーパーホワイトも
11月19日から発売で、あれね、変なんですよね。19日から発売なんですよね。だけど、発売当日に買っても、林さんも言ってたけど、12月の、林さんが10日頃って言ってたかな。1、2週間かかるんですよね。本当の最初は、ロットが少なく19日に入るのかもしれませんけど、私が見た時で、その後見て19日かな。数日経ったら19日ぐらい。で、今注文するともう年明けになっちゃうんですよね。受注生産かぐらいな感じですけど。あれも本だけを読む分にはいいでしょうね。たださっきのあの、ナルトとかああいうジャンプコミックスとかカラーで攻めてきますよね。そうすると、ペーパーホワイトだと、まあ、iPad で読んでも、ペーパーホワイトで読んでも、共通で Kindle で読めますけど、あれですもんね。ペーパーホワイトは白黒だけですからね。明るい日差しの下とかですごい読みやすかったり、暗闇で読むのは良かったり、目が疲れにくいっていうのはいいんですけど、やっぱり iPad の万能さっていうのはありますよね。コロプル1473、電子書籍便利ですね。日経新聞は最近 iPad で見るのは習慣になりました。はい。この間、展示会で、アプリを作った担当の方とお話しすることがありまして、私のブログも見ていただいて、たこともですね、ちょっと分かりまして嬉しかったですよね。で、いろいろ考えていらっしゃるみたいで、今4000のね、契約しないと読めないっていうのがあるんで、まあ、産経新聞みたいに1面だけ読めるとかね、なんかいろいろ方法があるんじゃないかっていうことをね、ちょっと雑談しましたけど。ウィキリンクスアプリゲット、鈴木さん、よかったです。はい。小島さん、スルーしてください。また次回よろしくお願いします。あ、なんか用事があるんですよね。はい、いってらっしゃい。はい。注文したけど、月末か来年ですよね。そうそう。あんまりないんでしょうね、数がね。一生懸命作ってるんでしょうね。うん。で、まあ、価格が安かったり、3G 回線で取得できたり、Wi-Fi 版じゃない方ね、そういうのいいですよね。あ、稲岡さんだ、こんばんは。やはりカラーが作品としてはいいですよね。いいですよね。カラー漫画僕もいいと思うんですよね。このニコニコ動画、違うな、ニコニコ静止画、静画なんて読むんでしょうね。いいですよね。これまで、あ、そうだ、思い出した、ごめんなさい、生放送中に適当な話で、名前忘れたな。写真撮ってたかな。ちょっと画面切り替えていいですか。私の顔にさせていただいて。はい。ちょっと写真探しますね。あ、一応あったあった。これ、大丈夫かな。富士山。COJP っていう昔から iPad であるアプリ、今ちゃんと流れてますかね。私の声届いてますかね。このアプリなんですけど、ウェブサイトで本を買って iPad で読めますっていうものですけど、このこういう、これは今日の夕方3時11分に届いた DM ですけど、クーリエジャポンっていうんですか、この雑誌がタダで読めますよっていうのがあってですね、下の方に東洋経済ってありますよね。で、こういうメジャーな雑誌もどうもフルで読めるというのがあって、タダ読みは昔からやってるんですけど、結構マイナーな雑誌が多いなぁと。で、時々メジャーな雑誌が来てすかさずゲットとかやってたんですけど、これね、メールのハードコピーだけなんで、あれですけど、まあ、せっかくだからちょっとやりましょうか。これなんだろう、宛先どっちに来たのかな。ちょっと画面切り替えますね、もう一回。せっかくですから、放送中にね、こうブツブツ言ってるよりも画面で見てもらうのが一番ですからね。ちょっと待ってくださいね。3時11分だもんね。あるでしょ、3時11分のメールを今ちょっと探します。今画面小さいですよね。あ、
画面おかしくなってる？心配だ。心配だけど、放送は続きます。はい。これで縦にしようか。あの、写真を全画面にするとですね、調子悪くなりやすいんですよ。これ辛いですよね。今 iPad の画面出てないですよね。ちょっと復旧頑張ってみます。私の顔を出しながら復旧作業をするという、ちょっとお待ちください。iPad の画面を出すのはですね、リフレクションというアプリを、最近なんか問い合わせが多いんですよ、使ってミラーリングでこう出しています。出ましたかね。はい、これそのメールを今引っ張ってきました。ずっと無料で1000冊以上の雑誌があって本当なんですかね。これ放送までに検証しようと思って忘れてました。多分本当だと思います。そう書いてあるから。東洋経済読めるでしょ、スーパー読めるでしょ、すごいよね。株式日本ミルトさんになるとちょっと知らないんですけど、 FQ、 うーん、ジャポン、わかんないですけど、こういうね、ちょっと専門誌っぽい雑誌がね多いんですけど、最初の方にあったのはスパとかね、メジャーですもんね。これただ目読みを持ってみる。なぜかここにはさっき1000冊以上なんて書いてたんだけど、ここには500冊以上になってますけど、うん、で結構年間購読的なのが多いんですよね。だからなかなかその辺は辛いなぁと思っているんですけど、こういうお試し割引キャンペーンとか無料本を読むのはね、いいっすよね。富士山です。これ入ってるかな、富士、こんなアプリです。ちょっと しばらく起動してないんで、ちゃんと立ち上がるか心配ですけど、あ、こんな感じですね。 ID パスワード入れないと出てこないんですよ。まあでもここまで来たらちょっとやってみたくなってきましたね。せっかくね。ちょっと ID パスワード大丈夫かな。これはどこ宛てに来てるんだろう。ID パスワード覚えてるかな。今画面ちっちゃくなってます。ちょっと画面消しますね。その間にソーシャルストリームで皆さん同士で会話くださいなんて。よいしょ、パスワード覚えてるかな、心配ですね。じゃんと、皆さんどんな電子書籍アプリ使ってますか。最近はね、Kindle がメジャーですけど、昔はそういうアプリで本だったり、いろんなやつがあって、これっていうデファクトのものが、なかなかなかったですよね。最近やっと、こう、出てきた感がありますけど。さあ、無事ログインできました。久々に。早速なんかちょっと本のダウンロードが始まっちゃってますけど、富士山っていうアプリにダウンロードすると、こういう雑誌がいっぱい見れるんですね。購入済み、見えますかね？あ、画面大きくします。この購入済みってなってるんですけど、私こんなに別に雑誌買ってるわけじゃなくて、無料本が毎週1冊届くんですよ。で、これ読めるよっていうのがほとんどでして、買った本はね、このプレゼントとかは買ったかもしれないけど、あんまりないんですよ。で、この、ここに、ただ読みってのありますね。これを押してみます。ピコッと。おー、いいですね。スパ。本当にスパも。おー、結構スパ前。本当かな、これ。ちょっと一番これ、最新号やってみましょうか。試し読みで、ページ少ないんですかね。今、バシバシ読み取っています。まあ、サンプルなのかもしれないですね。まあ、それでも、あ、少ないですね。これはいかんですね。これで終わり。
ああ、もうちょっとあった。よかったよかった。杉原アンリ、あ、広告がしょっちゅう出るんですね。目次出ました。まあまあ読めますね。うん、これで試し読みいろいろできていいじゃないですかね。はい。なぜか今日急に電子書籍特集、まあ流行りということでなってますけど、富士山もいいと思います。はい、そんなです。さあ、またちょっと皆さんのコメントを見てから次行きましょう。よいしょ、画面大きくして。はい、3ページじゃなかったです、林さん、すみません。もう少したくさんあります。はい、ただ全ページって感じじゃないかもしれないですね。はい、ちょっと皆さんのコメントを見ながら、はい、少し戻ります。トコ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 、あ、新井さんですね。新井さん、お疲れ様です。こんばんは、大変遅くなりました。あ、林さんはペーパーホワイトの 3G 回線で、取得できるバージョン1万円ちょっとかなですけど、12月16日到着予定と。使っています。月間ネット販売有料読んでます。あ、そういうね、この専門書を読むのにもいいですよね。はい、これは坂部さんですかね。実家から帰ってきました。はい、出ました。稲岡さん出ました。何出ました。いろいろ出ましたね。はい、アイブンコ HD Kindle、 そうです。あ、ね、使ってるアプリ、アイで文庫は取り込んだ本はいいですよね。あと青空文庫もたくさんありますしね。そう、 ebook japan 僕も使ってました。でね、あれを読んでた漫画で、私の知人の磯崎哲也さんがね、なんやらなんかすごい面白い漫画があるよっていうことでですね、うん、それの電子版を私も買って、 さ、忘れた、なんかそんな名前で、でも前回読む前にこうお金がもったいなくなったというか、力尽きたというか、前回読めませんでした。ただね、こう iPad だとこう重いっていうのはありましたけど、ミニだとね、こう小さいから寝ててもそんな疲れませんしね。本はミニって感じしますよね。あ、ビューンね、高橋さん、ビューンもね、私もしょっちゅうたまにこう月間購読しては全然続かないんですけど、なんとなくもうちょっとページ数欲しいですよね。あの女性版とかもありますよね。あ、書いてる書いてる。東京ウォーカーや週刊ダイムなど読んでいます。そうですよね、ビューンもなかなかいいですよね。確かソフトバンクがやりましたかね。月400円なんだ。あ、そうそう、スパ見れますね。富士山はのただ読みもいいと思いますね。マガストアね、そう、私もマガストアも使ってるな。マガストア、あ、マガストアは、例えばマックファンとか単発で雑誌買うときはマガストア私使います。で、アップルの標準のニューススタンドもそこそこいいんですけど、結構定期購読をさせようとしてきたりとか、ネットワークがつながってないとあんまり見れないので、いいと思います。あ、さすが、ね、新井さん、ゴング格闘技プロレス、プロレス王者としてはやっぱりプロレス系ですよね。いや、あるんじゃないですかね。ちょっと探してないですけど、ゴング懐かしいですね。私ももう中高、中高まで行ってないかな、中学校の時プロレス大好きでよく読みましたね。サンマーク、はあ、なんかありましたね。サンマーク私あんまり使ってないな、菅原さん。うん、はい、そんな電子書籍です。あと、じゃあ次行きましょう、次のアプリ。はい、これはあの、もう皆さんお使いかもしれませんけど、Google、よくあるやつですよね。 Google 検索アプリ、また順番変えました。で、もう話題になっているのであれですけど、この音声検索っていうのが前からあったかな、あったようななかったようなあれなんですけど、出ました。アップデートでついて、最近また品質向上のアップデートありました。で、これの音声で喋ればもう連続してバババッと入力されるわけですね。
例えば林さんの iPad 活用研究会って言ってみましょうか。あ、iPad はね、iPad って言わないとね、認識しないかもしれませんけど、普通にまずやってみましょうか。iPad 活用研究会。あ、iPad の T がやっぱりね、あれですけど、でもちゃんと出てきましたね。東京の紅葉の見頃はいつですか？結構早いですよね。この認識力。もう Siri に負けじと Google もまた技術アピールがすごいと。なかなかいいと思います。Google アプリはそんなもんです。はい。あれ、皆さんのコメントが見えなくなった。ちょっと待ってください。コメントウィンドウさん。ポップアップを戻す。なんかね、どうも私、ユーストリームのこの見る画面と相性良くなくって、今、パパパッと皆さん流れてます。はい、大丈夫かな？ポップアップにしましょうか。よいしょ。うん、音声検索、だいぶ前からあったんですね、やっぱり。だけど、早いですよね。はい。速さが魅力になっています。じゃあ、次行きましょう。MC チューブ、これはもう皆さん使ってますかね。前、番組でジャスミンっていう、ジャスミン YouTube ビューアーを紹介しましたけど、もう、こっちの方が上ですね。で、無料版と有料版ありますけど、広告表示は出るものの、iPad は画面が広いので、あんまり気にならないと思います。立ち上げてみます。そうすると、こんな感じが起動画面で、昔の iOS 5まであった時代のあれに似てます。インターフェースに似てます。で、こうやってビデオが見れるんですけどね、最初にちょっと設定をしておいた方がいいところがあります。この右下のセッティングで、まあ、メニューが英語なんですけど、まあ、そんなに難しい英語じゃないと思いますんで、で、設定一つ目は、この一番上の、リージョンっていうことで、利用地域ですよね。ここをジャパンにしておくと。で、あとこの真ん中のオートキャッシュっていうことで、オンにしておけば、ビデオを見ながら、キャッシュっていうことで、このメモリの中に保存されますので、オフラインでも見えるのかな？うん。まあ、スムーズに見えます。一回読み込めば。で、HD ストリーミングっていうのは、まあ、画像綺麗なものを選んでくれるっていうところがいいかなと思います。はい。で、あとやっておくといいのが、このアカウント。もし自分でビデオをアップロードされる方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、それを Google の ID パスワードで一回入っておくと、今、もうログイン後の状態です。Google の ID で。で、私のアカウントの情報がこうありまして、私の YouTube は70人の購読者の方がいて、これまで13万8000何々の視聴をいただいてます。で、右側にこのサブスクリプションで出てるのが、私が購読している YouTube の番組ですよね。ミカエラさんのやつとか、あ、この人ね、なんかね、iPad の番組よく、iPad だけじゃないんですけど、iPad ものが多い。なんやらさんですよね。ちょっとくどいんですけど、ビデオ。あ、違うわ。私がよく見るのはこっちの方ですね。えぐり89さん。なんか俳優かなんかの方ですよね。えらい動画凝ってますけど。あと AKB、Apple とかね。Apple のじゃあ今押します。そうすると、こう出てきて、Apple のミニの30秒 CM をこう押すと、こう小さくなって、ダント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 って本当はなってるんですけど、今放送に音を出してないので、出てないですよね。これで出るかな？音出てないですよね。うん、まあ、そのビデオが見れるわけですよね。で、見てる間に、この下の右から2つ目にキャッシュっていうのがあるんで、ここを見ると、キャッシュっていうのがあるんで、
キャッシュされたビデオがこうあるので、こう全画面でそのまま見たりすることができますと。で、あとボタンはヒストリー、サーチ、検索あたりですけど、あと一番左下に MP3 っていうのがあって、どうもこれは、これを押すと、オールミュージック。動画として見るんではなくって、BGM 的に聞きたいっていう時に、このキャッシュしてあるビデオを連続して音楽を流すようにかけることができると。で、このアプリをたくさんキャッシュしておいて、このアプリをバックグラウンドで動かしてね、BGM 的に聞くっていうこともできるようなことなんだろうなと思います。はい。プレイリストにするとかね。そんなです。あと、ジャスミンになかったこととして、画面が戻らない。はい。ジャスミンですね、結構自分のアップした動画をどこのメニューから見るのってのがよくわかんなかったんですが、このウォッチデータ、後で見ますとか、フェイバリット、お気に入りのボタンを押したものとか、プレイリスト、これは自分が作ったプレイリストですけど、このマイアップロードで、これ前回の放送ですけど、自分がアップロードした動画をすぐに見ることができるっていうところが優れてるなと思います。で、このキャッシュした動画をカメラローに保存とかそういうのはさすがになさそうなんですけどね。あ、今、ちょ。一生懸命この150メガの動画を読み込んでますよね。そこまで他のカメラロールに保存とかそこまではないんですけど、このアプリの中では見れたり、BGM 的に流したりとか、そんなことがこうできます。今、一生懸命読み込んじゃってます。ちょっと止めたいですね。止まれ。削除してみましょうか。ちょっと放送に通信を使って影響が出そうです。はい。そんな MC チューブさんです。まあ、どう見ても、こう、かなり使いやすいですよね。これ、コメントできたりするんですかね。ちょっとやってみましょうか。この、放送禁止になった CM 集のコメントを見ることができて、あ、自分でコメントも書けますね。うん。ほとんど YouTube のパソコン版でできることが、関連動画も出ますし、なかなか使い勝手いいですよね。さすが。急上昇、人気急上昇してるだけあって、いいと思います。もうね、もう使われてるよって方、多いかもしれませんけど、これ今、レコメンド、私のログインに対するレコメンドとか、トップレイディットとか、人気のある動画、あと、カテゴリーごととか、その中のトップレイディットとか、呼び出すことができます。はい。リージョンをジャパニーズにしているので、もうちょっとジャパニーズっぽいのが出てもいいんじゃないかなって気がしますけど、はい。まあ、なかなか使い勝手いいですよね。はい。そんな MC チューブさんでした。はい。そうです。はい。じゃあちょっとここで皆さんのコメントもう一回見ます。坂部さん、隣で次男坊が同じことをやって感動してました。Google 検索。おお、よかったですね。藤原さん、東京駅から中央線乗車 Now。 お仕事中ですね。大幅に出遅れました。すみません。放課後のみ参加です。まだ本番中です。あ、もうあと5分で終わりですか。あ、知らなかった。あと5分で本放送が終わって、この後アフタートークしますんで、ジャスミンは捨てられてしまいますね。もうちょっと一工夫欲しいところですね。かなりいいんですけどね。でもこの MC チューブさんには若干かなわない感じしますよね。林さん、ゴング格闘技電子書籍ありますぜ。マガストアで早速チェックしていただきました。新井さん、買ってください。お願いします。はい。じゃあ、もう時間がこんなになってきまして、あとはね、本日のアプリとか旅行計画ナビとかですね、ナビタイムのとか、時間があれば話そうかなと思ってたり、あとこれだけ、昨日もちょっとあるところで、月齢でお話したんですけど、タイニーピアノっていうんですかね、ピアノアプリあります。で、よくある、この、
ここを押していくと曲になるっていうやつなんですけど、でこれこれ今私こうがやりながらなんかうまいこと弾いてるような雰囲気ですよね。これ実はどこを押してもいいんです。だからこう格好をつけてこう弾いてるようなふりをして、今ズームになっちゃいました。曲が弾けてしまうということで、これがフリーの曲がすごくたくさん入ってて、ソング有名な曲がたくさん入ってます。イエスタデーとかも入ってましたね。でこれをこう雰囲気をこうやってる感じで披露して騙すという時に使いますんで、はい、いいと思います。シュープレの話はまた今度しましょうか。あ、でも今日書籍ですもんね。シュープレちょっとだけやっていいですか。もう全然時間ないんですけど、多少延長で。週刊プレイボーイの書籍、今日はね書籍の話いっぱい出てきますから、書籍特集でいきましょう。これはなんかで買ったあれで、まあ、シュープレはねちょっと良くなったかな。欠点は一冊のその雑誌でダウンロードすると700メガぐらい食います。で700メガってそんな普通じゃないです。動画じゃないんだからぐらいな。非常に読み込みにかかるんで、まあそれダウンロードしてから寝るかって感じですね。で、そんななんですけど、これがその雑誌ですよね。いいのは、例えばこれ字が小さくてこう見えないじゃないかと、こう拡大したら見えるんですけど、ここにこう記事のところをタップすると、なんかこう枠が出てくるんですよね。で、ここが、この枠の大きさも変えれて、Kindle の読み使い勝手みたいな感じで拡大してみることができる。ちょっと待ってくださいね。もうちょっとちっちゃくしましょうか。通常の大きさでこう記事がこう大きくなって、でここを読んでいくと囲みが変わるの分かります？右下に。今この辺読んでます。で続きの記事だったら左側にも行ったりするんですけどね。でこの優れた使い勝手のために700メガ容量を食いますんで。いいのか悪いのかですけど、はい、そんなアプリも出てきて、まあそういうチャレンジングなのはいいことですよね。はい。さあ今日は結構今日もですかね、最近電子書籍の話題が多いですけど、あ、今このピアノ HD っていうのがランキ無料ランキング1位ですけど、何がどうなのか分かんないけど、この鍵盤の大きさが変えられると、このプラスマイナスボタンで、それが確かに面白いですよね。でもこれは本当に弾くだけのアプリみたいな感じです。録音もできるみたいです。はい、私は弾けません。あとはちょっと紹介はできなかったけど、 iPhone アプリで本日のアプリっていうんで24時間だけ無料になるアプリっていうのがあって、このチルトシフトジェネレーターっていう今日の85円アプリ、あのもやっとしたクローズアップ写真とかをこう作れるっていうアプリが明日の昼間の11時まで無料だと思いますんで、使ってみましたけど割と使い勝手良かったです。こういうのもいいかなと思います。本日のアプリもいいですけど、こので紹介されているこのチルトシフトジェンアプリいいと思います。で iPad 版もあったんですけど、ユニバーサルじゃないので、iPad 版は250円かかりました。これは iPhone 版です。で、こう、iPhone 版、iPad 版ありますよとか、なんかいろいろ宣伝が来ますけど、iPhone 版をね、iPad で使うっていうのもいいと思いますんで。そんなです。で、時間になりましたので、で、来週なんですけど、平日にします。前回1回、いつやったか忘れました。土曜日だったかな ?10 月19日にやりました。渋谷のスタジオからっていうのを一回やったんですけど、第2回渋谷のスタジオ放送を来週の金曜日、私も仕事が終わってから渋谷に行って準備をしてやりたいと思います。で、それのですね、プロモーションサイト、島村、リュウちゃんっていう人が作ってくれましてですね、
あと4日と21時間ですみたいな感じなんですけど、日時は来週金曜日16日の1時間早いです。8時半から10時まで、10時からちょっとアフタートークやりますけど、それを金曜日っていうことを覚えていただければと思います。後でこれちょっと私の Facebook ページとかに貼り付けますので見ていただけたらと思います。で、こういうサイトでね、パソコンで見た場合はまた違った見え方で、右下にページめくりみたいなボタンがあるんですけど、これは前回のスタジオのムービーもリンクがされてます。で、前回は、小杉さん来てくれました。で、結構そのトークが面白かったよっていうのあったんですけど、はい。で、今回もスペシャルゲストの予定で、iPad 活用研究会から林さん来ていただける予定です。で、小杉さん、また出ていただきます。はい。今回は3人のトークで、1回ね、ホテルの中で、映像もすごいグダグダな状態でやったことありますけど、今回は設備が大丈夫なんで、見ていただきやすいかと思います。放送予定は、11月16日、金曜日のね、この師走に向けての、なんとも皆さん飲み会かもしれませんけど、夜の8時半から見ていただけたらと思います。はい。ということで、来週は土日の放送なしで金曜日になりますので、よろしくお願いします。では、若干時間がオーバーしましたけど、これから、エンディングムービーを流してアフタートークになりたいと思います。トータルで233名の方来ていただいて、今も51人の方見ていただいてます。日曜日の夜遅くに大変ありがとうございます。ちょっと皆さんのコメントをもう一度紹介して、それからお別れしましょう。よいしょ。さあ、どこまで行きましたかね。林さんのゴングの格闘技紹介で、山口さん、MC チューブ有料版はダウンロード可能数と広告の宣言だけ。そうそう。ダウンロード可能数もね、どうなんだろう。まだ私もそんなに使い込んでないからかもしれないけど、無料版でも結構何個かいけますけどね。あ、菅原照之さん、こんばんは。丹下さん、居酒屋での公開放送を期待している僕は、明日からどうすればいいんだろう。なんだろう。どうすればいいんだろうって。稲岡さん、騙されました。何騙されました？なんだっけ。ユーストリームね、リアルタイム性がちょっと弱いから。ああ、はいはいはい。フルバージョンかどうかっていう話ですかね。わかりません、私も。まあ、いろいろね、無料で試すっていうのはいいですよね。700メガはでかすぎるな。そうですよね。はい。今日も石川さんの紹介したアプリをたくさん入れました。タイニーピアノで皆さんを騙したいと思います。あ、ピアノの話ですね。騙されたかどうか。はいはい。ありがとうございました。お疲れ様でした。渋谷のスタジオですか。緊張しますね。見学可能。見学はですね、事前の登録とかあって、またそういう窓とかないので、なかなかちょっと難しいんですけど。金曜日楽しみです。はい、よろしくお願いします。青木さん、お疲れ様でした。では、皆さんありがとうございます。じゃあ、エンディングを流しまして、録画ボタンを停止しまして、お時間ある方はアフタートークも盛り上がりますので お付き合いいただけたらと思います。どうも、1時間ご視聴ありがとうございました。では、おやすみなさい。さようなら。